11月に開催される岡山映画祭の公開に向け、岡山市の NPO 法人が自主映画制作の準備を進めています。松井記者の報告です。なかなかこんなのセットで作ることは自主映画で絶対無理なんで、岡山市や倉敷市などで映画の撮影の下見を行っているのは岡山市の NPO 法人シネマファクトリーのメンバーです。15年前から岡山を中心に自主映画制作に取り組んでいます。2年ぶりとなる長編映画のタイトルは風が悪い。2030年近未来の岡山を舞台にした郷土愛と人生の終末をテーマにした物語です。今現状でも、ちょっとこうダメなところとかネガティブな部分が現れているようなロケ地があれば、そういうところをまあなるべく優先して探したいなと思ってますけど。ランドランナーじゃいこもヨートランテランドランドじゃわしゃ役者を全員岡山在住の人にしようと、劇団員から未経験者に至るまで幅広い人たちに声をかけ人選を進めています。自分の中では思い出作りもあるんですけど、まあいろんな方にもやっぱり見てもらいたいな、楽しんでもらいたいなっていう。自主映画制作で一番の課題は資金集め。撮影前から前売り券を販売し200万円の制作費を捻出しようとしています。ショッキングなテーマは用意してるんですけども、これを見て改めて考え直すっていう意味においては、本当に考え、ちょっとでも考えてみようかなと思うような映画になればなと思ってます。映画は来月4日から15日にかけて撮影が行われ、今年11月23日の岡山映画祭で上映されます。